to look at this workshop as a game, you know, and enjoy the time together and making new friends. This photo of the ship. これがスペースシップ宇宙船の写真です。最終的にこう、そのストーリーを作るっていうこともやりました。で、その経験が、アキタトさんが眠りっていうものに興味を持つきっかけになっています。私が見た夢は、港町のような場面で、すっごいずっと眩しい思いをして、辛いなっていう夢でした。So meditation is to understand this nature.Of the mind. Okay, so now with your eyes closed, please focus on your breathing in and out. Relax. そこのハンバーグが、他の店とは違うようなちょっと刺激的な味で自分の口には合わなくてトイレに駆け込む。こういうものを作るアプローチで一番重要なのが自分個人で、それを行うっていうこと、それをメディテーションっていう行為を通してクリアにしていく。失礼します。トイレの中で囁き声。And each group has a different style, some experimental, some more story. これ以上近寄ってなかったら、また帰ってくる。見つめてる。そうそう。若干こう欲望が見えてるくらいのイメージは。ああ。風が室内に流れ込み、宿題プリントが音を立てた。来た。そう感じた。なんか夢の中でありえるんじゃないかなと思って。こういう夢っていうワードを出しました。みんなで感覚的な話だけどでも分かり合えるっていうのでこう話し合って作っていけたのがすごく楽しかったです。 I really look forward to see your creation, whatever that is. Yeah, again, thank you.